こんにちは、クリッカートミーです。埼玉県で行われた東洋タイヤのクロスカントリー用タイヤ試乗会には、東京オートサロンへのゲスト出演を終えたラリーレイド&クロスカントリースペシャリストとして知られる BJ バルドウィンさんが訪れていました。 BJ バルドウィンさんは通常2から3人のドライバーが交代しながらドライブし完走を目指すバハ1000というラリーレイドをドライバー交代なしの1人でドライブ、2012年、2013年連続で優勝したタフガイです。 BJ バルドウィンさんが試乗会場にいたのは、アメリカでの競技でドライブしているトヨタタンドラのデモンストレーションランを行うためでしたが、残念なことにタンドラに使える C12 と呼ばれる燃料が手配できず、走行は叶いませんでした。しかし逆に時間ができたために、バルドウィンさんにインタビューをすることができました。バルドウィンさんが参戦している競技はどんな競技なのですか？バハ1000を頂点とするスコアと呼ばれるシリーズ戦に参加しているんだ。一番短いもので260マイル。バハ1000は実際は1100マイルくらいあるんだよ。オフロードをたくさん走るタフな競技で、大ジャンプやガレ上走行などあらゆるセクションがあってなかなかハードだぜ。もともとクロスカントリーのドライバーだったのですか？15歳でバイク、16歳で車の免許を取って、17歳からレースを始めたんだ。ローカルのサーキットレースにも出たけど、やっぱり僕にはオフロードが合ってるね。ご自宅の周りもオフロードなのですか？僕の住んでいるところから15分も走れば様々なオフロードがあるよ。自宅から子供の学校までもオフロードだから、毎日オフロードを走ってるってわけさ。東洋タイヤの印象はどんなものですか？タイヤの性能が高いのはもちろん、パンクもしないし、ハンドリングもクイック、全体としてのクオリティもすごく高いよ。1周4マイルのループコースがあって、そこで以前に使っていたタイヤと東洋タイヤをテストしたら、東洋の方が1周で16秒も速かったんだ。もうこうなれば東洋を履くのは当たり前だよね。それでチームの体勢もすごくいい。サービス体制がしっかりしていて、タイヤで悩むことはないから走りに集中できるんだ。試乗時間の合間に行ったちょっとバタバタしたインタビューでしたが、 BJ バルドウィンさんは気さくに何でも答えてくれた。次回はぜひ彼のパワフルな走りを見てみたいと素直に感じました。